ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ。これはですね、闇ゼシカ戦後の、ゼシカが復活するシーンか。眠りから覚めるシーンですね。の時にいただいたコメントです。佐藤ゆうやさんからのコメントです。見解コメントって言うべきかな。自分の犬に様をつけて呼べとか言う人間が自分の間違いに気づけて認めたからといっていい人だとは思えないな。いい人は見下したりなんかしないでしょ。百歩譲ってそれを口に出したりなんかしないと思います。ボツでしたというコメントをいただきました。こういう見解コメント好きなんですよね。RPG 実況、自分が、まあ、心がけてるって言っても、まあ、さほどでもないのかもしれないけども、思ったことを言う、結構、難しいじゃないですか。実況って結構、長くやってたりすると、まあ、なんか、短絡、すごい簡単な、簡素な、質素な、リアクションを取って終わっちゃうことって結構多いと思うし、そもそも RPG 実況ってあんまりないじゃないですか。正直言うと。そういうとこで結構自分が意識してるのは自分が思ったこと、感想っていうのをちょっと掘り下げて深く深く言っていくっていうのを結構大事にしてるつもりではいるんですよ。まああくまで主観なんですけれどもね。で、そういうものに対して、で、今回もそうなんだけど自分が発言に対して自分はこう思うなっていう風なこういうコメントいただけるのがね、自分実は一番嬉しくて、一番ではないか。いや、一番に近いくらい、もうとにかく嬉しいんですよね。っていうことでね、今回コメント拾わせていただいたんですけどね。この方に返信した時も、こういう見解コメント好きですっていうコメントをね、返したんですけど。これ自分とは結構、対立的な意見ではあったんですけど。対立的な見解ではあったんですけどね。すごい嬉しいなぁと。動画見てくれてるんだなっていうのがすごい伝わってくるんで、嬉しいなぁと思ってました。はい。で、なんか、やっていきましょう。で、なんかさらっとオーブ取ってきましたけど、オーブ回収会です。はい、じゃあ取っていきましょう。これね、カットしてもいいんだけど、みんなが殺されたとこに行かなきゃいけないんだよね。リーザスの塔とか、登るのな、見せてもなって感じすんで、カットします。はーい、着きました。ここに来るのは3回目だね。ブルーオーブ。ここ、リレミト入れて、どうだろう、カットしなくてもそんなに時間かかんないかな。と思うんで、続けていきましょう。おう、トロール。このタイミングで出てくるのか、そこに。マイエラ修道院ですね。みんなが殺されたとこに行けば、賢者の子孫たちが殺されたところに行けば、オーブが回収できるシステムになってます。で、次はオディロ院長だね。が死んだ、やられたところ。地味に、この移動に時間がかかるようになってるのが、自分としては厄介ですね。厄介、本当に。カットするまでもないんだよな、くらいの距離感がね、一番嫌いなんですよね。はい。どうでもいいですね。さあ、進めていきましょう。マルチェルは、どうしてるんだろうなぁ。ジハガロス倒した後、どこ行っちゃったんだろうね。まさかマルチェロと仲間になって戦闘するとは思ってなかったわ。いいっすね、新イベントっていうのはね。心躍りますよね、やっぱね。うん。すっごい簡易的な走りできてたけど。2階ですね。あったあった。ゴールドオーブ。次やられたのは誰だ？ギャリングさんかな？ベルガーラックかな？そうですね。うん。順番的に行くとベルガーラック。次がリブルアーチ、次がメディーバーさん、ラスト。最後の賢者って誰だったっけ？アホーか、そっか。ね、サベッラか。ギャリングさんは、
ギャリングさんがやられたシーンって描写あったっけ、ムービーで。あ、マジか、入れないのか。裏側からじゃないとダメなんだ。あれ、表側かも入れたような気したけどな。夜だからか。そういえばもうカジノも。あ、そうだ。先に宣言しときます。表編終了したら自分がっつりレベル上げます。先に言っときます。がっつりレベル上げます。あれ？夜は入れないの？これ。寝まーす。クソ、先に言ってくれれば寝に行ったのに。なんか魔法でね、あればいいのにね。昼と夜を逆転させますみたいな。昔は昼を夜に変えるラナルータがあったけど。寝るのはどこで寝るんだ？どれだこれ？これかな？これでも、バーっぽいけど。あれ？人いないんだが。いや、あ、そっか。これあれだ。間違えた。ごめんごめん。リブルアーチの、リブルアーチじゃない。ベルガラックの寝るところはここだ。ホテルだ、ホテル。はい、おやすみなさい。結構お金なくなったなぁ。お金は、お金は何で使ったかっていうと、バトルロードですね。バトルロードのランク S クリアするのに、相当お金かけました。もうこの時点では動画なってんのかな？お金がかかってるシーンは動画になってないんだけど、そのバトル S をクリアするのに、何度も何度もやったから、とても時間がかかった。し、お金もかかったんですよね。思い出すなぁ。結局は、モグラさんで倒したんだったかな。あれは辛かった。モグラと魔人の、どこでハワードさんじゃな、あ、ハワードさんか。やられたんだったっけな。描写を思い出せなくて。とりあえず2階かな。上に上がりたいんだけど。あ、これですね。あとはどっか探せれば見つかると思う。意外とベルガラックは時間かかりそうだな。キラキラオーブは光ってると思うんで、うろちょろすればきっと、見つかると思う。見つからない。見つからない。あった！ここでやられたんだ。イエローオーブ。次はわかりやすいですね、ハワード。ハワードじゃない。あ、いいんだ、ハワード、ハワード。確かこっから外出れたよな。ここ綺麗なんですよね、眺めが。いいよね、こんな家。リブルアーチ、リブルアーチ、リブル、リブル、リブル、はい。リブルアーチも若干金じゃねえや。時間、あ、でもそんなでもないか。ここはそんなに広くないからね。いい BGM だね。でもやっぱ自分は塔の BGM が好きかな、エイトは。大空に戦うももちろん好きですけど。ああ、悲しきかな。ベホまで治ったはずなのに。メディーバーさんのお家行くけど、一月にされていたとしてもザオリクで生き返ったのにね。主人公が書けないから。バーさんやられたの裏か。家の裏か。おばあさんのお家の中のアイテムって先に回収しとかないと取れない仕様になってるんですね。思えば。
さあ、ラスト。サベッラ、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 はい。鳳がやられたシーンも見てないんだよね。ただまあ、あそこでバタッと倒れた時って考えれば、2階か?あ、遠い!あ、待った、これって、館じゃなくね?サベッラ大セット?移動じゃなくて、あ、飛ばないとダメだ。ロープウェイで行けたと思うけど。これ旋回するの時間かかるんだよな。だいぶ大回りなんですよ、これ。あー、あとこの BGM もいいですよね。CM で使われてて笑ったわ。まさか、と思って。しかも車の CM でさ、すっごい合ってんのな、BGM がまた。選曲噛みすぎと思って聞いてたけど。やっぱすごいよね。そうそう。動画、いつもコメントありがとうございます。結構その、なんていうのかな、今上がってるパートに対してさ、自分の更新ペースが早いからさ、結構、その、パート手前の方、10とか、4とか、そういう方の動画にもたまにコメントがつくんだけど、結構皆さんその BGM に違和感を感じるっていう風なコメントが結構来てて、まあここで言ってもあれかもしれないですけど、全部オーケストラバージョンにね、切り替わってるんですよね。故に違和感を感じるんだと思います。PS2 版を見た後にこれ見るともう、全然違う。一耳、一耳瞭然そんな言葉はないんだけど、一耳瞭然ですね。うん。一耳って言いづらいな。ルーラ、レティシア。あ、ここあれだ。キラーパンサー使えないんだ。これで止まり木のところに行けば多分話が進むかな。オーブ集めるのに1パート使うんだもんな。まあいろいろとコメントの話とかもできたからいいか。こういう回があってもいいでしょう。あ、これ話しかけたらもうあれなんじゃないか。バトルなんじゃない。全部取ったよね、オーブ。うん。7あるもんね。あ、山びこ、あ、違う、山びこの笛一切使わずにやっちゃったんだ。あれ?あ、オッケー。世界に散らばったオーブを全て集めてきたのですね。Yes。私も、この世界での探し物をようやく見つけ出し、先ほどここに戻ったばかり。さあ、私が見つけてきたこの世界の最後の希望をあなたたちの手に託しましょう。なんだったっけな。その杖。それは我がトロデーン国の秘宝の杖。いかんぞ、その杖を手にしてはならんのじゃ。心配はいりません。暗黒神ラプソーンの魂はすでにこの杖には宿っていません。そればかりか今この杖の中には7人の賢者たちの魂が眠っているのです。それよりこの杖の名は長い時の間にいつの間にか失われてしまったようですね。この杖はかつて私がこの世界の人間に作り方を授け、七賢者が作り上げたものです。彼らはこの杖のことをこう呼んでいました。神鳥の杖と。闇の結界を取り払うためにあなたたちはこの神鳥の杖を手に取り暗黒神に立ち向かうのです。
私があなたたちを背に乗せて暗黒神のもとに運びます。暗黒神はきっと激しく攻撃してくるでしょう。しかしあなたたちはその攻撃に耐えながら杖に向かってひたすらに祈るのです。4人全員が祈れた時、賢者の魂は一つまた一つとオーブに宿りゆき、救いの手を差し伸べるでしょう。さあ、私の話は以上です。暗黒神のもとですべきことは余さず理解できましたね。はい、ラプソン。いや、てか今だかつてドラクエで戦闘戦い方を指定してくるパターンって今までなかったですよね。ならば暗黒神ラプソーンのもとへ急ぎましょう。すぐに行けますね。はい、で多分これはい押すとラプソーン戦スタートすると思うので、ここで終わりたいと思います。では次回決戦ラプソーン、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。